元キンプリヘイヤー仕様、ピアスの秘話と魅力的なジャーニー。日本のアイドルグループ、キング・アンド・ピスの元メンバーであるヘイヤー仕様、26、が、自身のインスタグラムストーリーズで、小学1ケラ2年の頃に耳に穴を開けてピアスをつけていたことを明かしました。平野仕様は、キンプリの一員として活躍し、ピアスのスタイルでも知られています。本記事では、 彼のピアスの秘話と彼の芸能界での魅力的なジャーニーについて探求していきます。ピアスの発覚とジョークのやりとり。平野仕様は自身のインスタグラムアカウントでファンからの質問に答えるためのストーリーズの質問機能を活用しました。質問の中には、ピアスはいつから開けてるのというものがありました。平野は、小 1?2? くらいだよ。確か。 という回答で小学1ケラ2年の頃にピアスをつけていたことを明かしました。これにより、彼がピアスをつけることを始めたのは、幼少期から早くもファッションのセンスを持っていたことがわかります。さらに、ファンからは、潮君と同じ場所にピアス開けようか迷っている、という相談が寄せられました。平野はジョークで、やめとき、お揃いになっちゃうよ、と返信しました。 このやりとりは、ファンとのコミュニケーションを通じて、平野のユーモアのセンスをかがわせるものであり、彼のキャラクターをより魅力的に浮かび上がらせています。ダンスとピアスの関係。平野志洋は過去のインタビューで、小学2年からダンスを習い始めたことを明かしています。この時期からピアスをつけていたことを考えると、ダンスとピアスの関連性についても考えることができます。 ピアスはダンスパフォーマンスの一環としてスタイリッシュで個性的なイメージを強調するために利用されることがあります。平野市用がピアスをつけることで自身のダンスパフォーマンスに個性と魅力を加えた可能性があるのです。ジャニーズ事務所への入所と芸能界での活躍平野市用は2012年2月にジャニーズ事務所に入所し、 関西ジャニーズ JR として本格的な芸能活動をスタートしました。その後、キング・アピスの一員としてグループの顔として活躍しました。彼の明るいパーソナリティ、ダンスの才能、そしてピアスのスタイルは、彼を一目で識別できる特徴となり、多くのファンの心を魅了してきました。平野仕様のピアスの秘話は、 彼の個性と芸能活動における魅力的なジャーニーを象徴しています。彼は幼少期から早くもファッションのセンスを持ち、ピアスを取り入れることで自身のスタイルを表現しました。また、ダンスとピアスの関係からも彼の芸能活動における個性と魅力が伺えます。平野仕様はジャニーズ事務所の一員として、 キング・アンド・の活動を通じてファンを魅了し続けています。彼のピアスのスタイルは彼の独自性と個性を表現する重要な要素となっています。今後も彼の魅力的な活動に期待が高まります。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。